あなたの知らないミストの世界。はい、また始まりましたね。始まってしまいました。はい、よろしくお願いします。小島です。はい。前回ですね、小島さんに、ミストで濡れない秘密について教えていただきました。はい、はい、3つポイントがあって、粒の大きさ、粒子の大きさが小さい方が、まあ、濡れませんよ。その粒子、霧の量が少ない方が、濡れませんよ。ただ量が少ないと、まあ、冷えにくくもなっちゃうので、濡れる直前のところ、でよく冷えるところというポイントを探して、使いましょう。はい。で、あとはその今のところと被るんですけど、制御ですね。うん、その、霧を出したり止めたりする制御っていうのを、ちゃんとしましょうよ。はい。その3つは大事ですよという話を、していただきました。はい。はい。で、大事なところをお聞きするのを忘れてたんですけど、はいはいはい。はい。ぶっちゃけそれで何度冷えるんですかと。あ、なるほどなるほど。はい。いうところですね。ちょっとこれ大事なのに聞くの。そうですね、確かによく聞かれます。はい、農家さんにはよく聞かれます。霧を吹くのは分かったと、濡れないのも分かったと。はい、じゃあ何度冷えるのか、まあ、一番大事ですね。そうですね、はい、結局やっぱりお金出して、ね、環境を良くするためにお金出してるんで、はい、実際何度冷えるんですかというところですね。はい、はい、そこをちょっと今日は教えていただければと思います。そうですね、はい。ね、口で喋ってても多分難しい、ね、説明も難しいですし、なかなかうまく伝わらないと思うので、ちょっとね、図面じゃないですね、ごめんなさい、グラフを使って説明しましょうか。はい、で空気線図というグラフをちょっとご紹介しながら、そこに基づいてやりましょうか。はい、はい、お願いします。はい、これがね、空気線図という、はい、ものです。はい、難しそう。はい、これどう見るんですか。これね、横軸が気温で、はい、縦軸が絶対湿度。絶対湿度、うん、違うんですよね。空気中の中にどれだけの、水分が今ありますよという、うん、そうです、そうです、そうです。はい、はい、で、赤いカーブが何本もあるんですけど、はいはいはい、これが相対湿度。相対湿度、天気予報とかで、うん、今日の温度、湿度はこれですよっていう時の湿度が、そうですね、この相対湿度。はい、はい、で冬は静電気が出て、ね、セーターパチッとかね、うん、ドアノブでパチッってなるっていうのが、湿度なんか 30% とかとかってよく言いますけど、そういう時の日常会話で出てくるのが相対湿度ですね。はい、はい、で、まあ、この線図を用いてちょっと説明をしていきましょうか。はい、はい、で、はい、これ今ちょっとポイントを一つ例として取りました。はい、でこれが今35度で相対湿度が 50%、はい、まあ、入社の中ではこうだったっていう。そうですね、そういうのを、まあ、一つの例として仮定でポイントを置かせてもらって、はい、でこの条件で霧を出していくとどれぐらい冷えるのかっていうのをこの線図上で見ていきましょう。はい、はい、はい、これで、今斜め左上ですかね、に2つ目のポイントが出ました。はい、30度の 70%。 はい、この空気線図上で霧を吹く、まあ、霧を吹くというか冷却すると、はい、こういう風な形の動きになります。はい、高エンタルピー上に、まあ、動くっていう。エンタルピー、はい、エンタルピーが変わらずに同じエンタルピーのラインに沿って動いていくっていう。エンタルピー、エンタルピー、あのエンタルピーですよ。あのエンタルピー。そうです、そうです。あ、わかりましたね、わかりました。はい、学生の時に多分習ってると思います。はい、はい、で、このポイント今30度 70%なので、温度としては5度下がってますね。はい、はい、ですけれど湿度が 50% から 70% って言って 20% 分上がってきますね。はい、で、まあ、ただここからまたさらに下げようと思うと下がらなくもない。はい、はい、これちょっとコップの絵を描いてみました。これ分かりやすいかなと思うんですけど、温度が高いとそれだけ
吸収というか取り込める水の量っていうのは大きくなります。で一方で気温が低いと、うん、取り込める水分量というのは少なくなります。あ、僕らも下になっちゃってる。そうですね、そういうイメージですね。なので、はい、冬場とか寒くなってきて車のガラス朝起きたら結露してるとかっていうのが、夜間に気温がぐっと下がってこのコップがちっちゃくなっててので溢れてしまってそれが、まあ、結露として出てきてるっていう、うん、雨が降ったわけではないけどもないですけど、そうですね、はい、それが一つの見方ですね。イメージしやすいかなと思います。はい、なので、35°50% という条件で霧をずっと吹いてると、うん、理論上は9度下がります。おー、すごい、9度。はい、9度めちゃめちゃ涼しい。そうですね、だから真夏、ね、35度って真夏日、じゃあ猛暑日か、猛暑日ですね、はい、猛暑日が夏日になる。お、温度だけで見たらですよ。あ、はい、温度だけで見たら、うん、でも湿度がね 100% いってるんです。っていうことはどういうことなんですか。9度下がってるけども牛舎の中はちょっともうムシムシしてると思います。サウナっぽい感じ。そうですね、で、モヤモヤ、白いモヤモヤが起きてる状態、あ、霧が発生してしまってる。そうです、そうです。ちょっとそこまでは行ってほしくないですね。そうですね、なんでやっぱり、湿度が上がりすぎてしまうのも、うん、やっぱり牛井さんにとっては良くないですから、はい、理論上はこうやって9度下がるんですけれど、うん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 、実際問題は実質はなんだかんだでやっぱり5度ぐらい。ああ、現場で使えるのは5度ぐらいが、まあ、いいとこだろうと。そうですね、うん、で息打ちの装置は前の動画でもご紹介したんですけど、はい、湿度センサーっていうのを標準で装備してて、はいはい、で上限の湿度っていうのを決めます。でそれが、まあ、75% だったり 80% だったりっていうところなんですけど、環境的にその湿度が 87、80 まで来た時にはもう霧としては止まりますので、あ、もう稼働が止まっちゃう、はい、はい、ますので、実際この 100% まで突っ切ることはないです。お、はい、でそこの上限とか、は実際、農家さんのところで何パーセントがいいのかっていうのはある程度やっていきながら、牛、うんうん、の状態とかも見ながら設定されるのがいいかなと思いますよね。なるほど、分かりました、はい、ということで、普通に使うのであれば、まあ、大体5度が、そうですね、まあ、下がるところがあって、うん、でまあ、やろうと思ったら9度だったを下げることができるけども、ちょっと、湿度が高くなるので、うんうん、まあ、そこまでをお勧めしてなくて、まあ、大体5度前後。そうですね、だから引き打ちの方でもご提案するときには、5度下げる設計で、うん、計算をして、でそれに基づいて装置のレイアウトを決めていくっていう形をとってます。はい、よくわかりました。はい、ありがとうございます。それでは、5度下がるぞというところが分かったところで、はい、本日はお別れしたいと思います、はい、また次回、そうですね、はい、はい、よろしくお願いします。もうちょっと似合うようになるかな、次は頑張りましょう。はい、改善、改善です。次はちょっと上角しときましょうか、はい、そうですね、はい、はい、ちょっと次どうなってるのかも、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、失礼します。